ジョルジ・サンチアゴは、ブラジルの男性総合格闘家。リオデジャネイロ州出身。初代 SRC ミドル級王者。2002年11月2日、アメリカ合衆国で、プロ総合格闘技デビュー。2004年2月27日、アブソルートファイティングチャンピオンシップス7で、和田拓也と対戦し、腕ひしに十字固めで一本勝ち。2004年6月12日、 カタック世界ウェルター級王座決定戦で、ディエゴ・サンチェスと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2006年6月26日、UFC 初参戦となった、アルティメット・ファイト・ナイト号で、ジャスティン・レベンスと対戦し、膝蹴りで小勝ちを収めた。2007年11月16日、ストライクフォースで行われたミドル級トーナメントに出場。 ショーン・サーモン、トレバー・プラングリーをいずれも膝蹴りによる子で下し、優勝を果たした。2008年5月18日、戦局初参戦となった戦局第二陣で、佐々木雄星と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2008年9月28日、戦局第五陣のミドル級、グランプリシリーズ1回戦で、ローガン・クラークと対戦し、肩固めで一本勝ち。 2008年11月1日、戦局第6陣のミドル級、グランプリシリーズ準決勝でシアー・バハドゥルザダと対戦し、ヒールホールドで一本勝ち。決勝で中村和弘と対戦し、パウンドで小勝を収め優勝を果たした。2009年1月4日、戦局のラン2009の戦局ミドル級チャンピオンシップで、三崎和夫と対戦し、 ジョークスリーパーで見込み一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年8月1日、アフリクション、トリロジーでビクト・ウェルホートと対戦予定であったが、大会開催が中止された。2009年11月7日、10ヶ月ぶりの試合となった戦局第11陣でマメット・ハリドブと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2010年3月7日、 SRC12 の SRC ミドル級チャンピオンシップでマメット・ハリドブと再戦し3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2010年8月22日 SRC14 の SRC ミドル級チャンピオンシップで三崎和夫と対戦しパウンドによるタオル投入により TKO 勝ちを収め2度目の大座防衛に成功した。 2011年3月4日、JZ カルバン、ダニーロビル・フォート、ユーリビル・フォートらと共にアメリカントップチームを離脱した。2011年5月28日、4年半ぶりの UFC 参戦となった UFC130 で、ブライアン・スタンと対戦し、パウンドで TKO 負け。敗れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年10月8日、 UFC136 でデミアン・マイアと対戦し、0から3の判定負け。2連敗となり、UFC からリリースされた。2013年8月11日、ベソフ初参戦となった、ベソフ4でジェラルド・ハリスと対戦し、0から3の判定負け。2013年12月14日、ブラック・ジリアンズのヘッドコーチに専念するため引退を表明した。 ありがとうございます。